はいどうもこんにちは、おもちゃねるんです。さあ今回ね、はいこちら見ていきましょう。はい、またまたね、特殊なトミカがね2種登場いたしました。はい、まずこちらはですね、はい、毎度おなじみイオンのトミカになります。今回はですね、ナンバー63番ですね、日産のとのフランス警察署ね、また僕が大好きなね海外の警察署がね登場いたしました。で、もう一つね、こっちの箱に入ってるのは、通販で買いましたね。今回はヤフーショッピングだったと思います。おもちゃの万年屋というところでね、注文して買わせていただきました。TCN のトミカになりますね。お、よいしょ。で、今回は、何台買ってたかな ?2 台だったかな、確か2台限定だったと思うんですけれども、よいしょ。さあさあさあ、それでは、ちょっとね、伝票あるんで、よいしょ。出していきましょうか。お、いいね。今回もまたね、素敵な、ちょっとトラックになるんですけど、確かガズーレーシングだったような気がします。はいはいはい、やっぱそうですよね、ガズーレーシングですね。よしよし、じゃあちょっと出しましょうね。梱包はまあまあ標準的な標準というか、まあよくあるプチプチの梱包になっております。1個はね予備にしておきますね。さあそれでね、はいこちらです。はい、2つ目ね、 TCA のオリジナルのねトヨタガズーレーシングトランスポーター仕様ですね。まあ毎回これはね、 TCN は購入する場所がね、近所にないんでね、今回まで通販で購入いたしました。まあこんな感じでね、今回ねまたね素敵なね2種のね特殊なトミカになってくるんで、さあそれではね、ちょっとね順番にね見ていきたいと思います。じゃあまずはイオンの方からね行ってみましょう。さあでは改めて参ります。まず1台目、イオンのナンバー63番、日産ノートフランス警察仕様になりますね。もうこのデザインは割となんかね、今まで何度か見たような気もしないこともないんですけど、どうでしょうね、気のせいかな。だからフランスって結構まあイオンで結構出てたような気がするんですけど、気のせいかどうかは忘れましたが、さあさあさあ楽しんでいきましょう。まあちなみにパッケージのデザインの感じはね、今見ていただいた通りもいつものイオンのね飛び方になってますね。さあではね、中身のどんなね出来になっているんでしょうか。ではでは、まずねチェック。1台目ね、ノートのフランス警察署ですね。いやもうとりあえずまず第一印象はいいですよね。まずね、はい、ざっくりはねこんな感じになっておりまして、いいね、海外のパトカーオーラがめちゃくちゃ出てますね。でトミカの作りでいうと、フロントの部分、はいこんな感じです。まあグリルはもちろんもう丁寧にね作り込みされてますね。でエンブレムもちゃんとあります。でヘッドヘッドで、ね、大型のクリアパーツになっておりますね。うん、なかなかいい顔つきですね。でボンネットのところには、ここにはポリスで、下がこれはナショナル、ネーショナル、なんて読むでしょう、ちょっとフランス語だからちょっと調べてみよう。はい、一応まあ Google さんの翻訳ではこんな感じですね。なんか全国っていう意味なのかな、日本で言うと。だからなんでしょうね、まあそのままなんですけども、フランス警察っていうね、もう大きなね、言ったら日本でいう警視庁みたいな感じですかね、ここの意味はね。まあこんな感じで書いておりまして、で、あ、読み忘れてたね。ちょっとね、音声流せないんですけど、なんとなく聞いた感じは、なんかやっぱナショナルでいいのかな、これ。うん、まあそんな感じになっております。まあ間違ってたらコメント欄でね、教えてください。で、その下にはフランスの国旗をこれモチーフにしてるんですかね。ブルーと白と赤のね、このようなね、こう曲がってるような、こう、デザインがね、このように施されております。で、海外の警察署ということで、ルーフの部分はね、青のね、回転とかクリアパーツで取り付けされてますね。形状はね板状のものになってますね。でボディのメインカラーは白色になっておりまして、結構ね輝いてますね。で側面見てみると、はいこんな感じのデザイン、なかなかかっこいいですね。こうねシュッと上がる感じでね、ブルーのラインが入ってて、下はね赤のラインです。でブルーのラインの上にポリスと、あとね先ほどとこう同じマークがこのように、ね、書いてあります。まあなかなかかっこいいねデザインですね。でホイールタイヤはねシルバーメッキのスタンダードタイプになってますね。で後ろテールですが、はいこんな感じ。リアのねレンズ周りとかも結構かっこいいですね。しっかりとこうねプリントですけどもね、デザインがね再現されておりまして、でちゃんと日産のロゴもね書いてあります。でリアバンパーはシャーシと一体成形で、で後ろのねドア開いたら良かったんですけどね、さすがにそういったギミックはないですね。でリアガラスは黒塗りとねいう形になってます。で反対側の側面ですが、はいこちら側も先ほどの目と、ね、同じようなねデザインになっておりまして、ブルーと赤のライン、そして、ね、ポリスの文字にフランスの国旗のようなねデザインですね。まあしっかりと入っているのかなと。で上から見てみると、はいこんな感じで、そこの部分ははいこのようになっておりまして、ベースになっているのがナンバー103番のスケーラー63分の1、2021年の日産ノートです。でこの車両ですね、ギミックの方はねサスペンションの機能がついてますね。はい、ということでね、なかなかね、また今回もね、イオンさん素敵な車両出してくれました。まず一つ目ですね。はい、イオンでのね、トミカですね。ナンバー63番の日産ノートのフランス警察仕様でした。
まあ、本当全体的にね、あのフランスの国旗のね、このカラーリングだと思いますね。白に黒に赤色ね、まあ、素敵な車両になっているんで、気になった方はぜひね、早めに買ってみてください。さあ、それでは続いての車両行ってみましょう。さあ、それでは2つ目こちら行きましょう。毎度おなじみ TCA のオリジナルのですね、こちら今回はトヨタのガズーレーシングトランスポーター仕様になります。結構ね、もうほんと最近ここ数年ですよね、トランスポーター仕様のトラックがね、結構あの TCA ではね多くね発売されておりまして、今回はガズーレーシングね、また人気どころ押さえてきましたね。いや、どこまで行くんですかね、このシリーズね。あの、もうほんと TCA ね、近所で出してほしい、出してほしいなっていう思いはあるんですけど、まあまあ、でも通販で買えるだけはマシなのかなとは思っておりますんでね、まあ、ぜひあの、まあ、このシリーズはね、あの販売に続けてほしいのかなとは思います。さあ、それでね、トミカの方チェックしていきましょうね。ちゃんとこう後ろの部分、緩衝材というか保護材がついておりますね。はい、ザッと、おー、いいね。さあさあ、それでね、ちょっとね、まずね、全体的にざっくりといきましょう。はい、こんな感じになっておりますね。もうほんと側面のこのガズーレーシング GR のね、このデザインが非常にかっこいいね、トランスポーターのね、トラックになってまして、はい、まずね、顔の部分ですがね、こんな感じになっております。こちら車両ですね、日野プロフィアですね。はい、このようになっております。迫力のね、このグリル周り、そして日野のエンブレムですね。結構ね、エンブレムがね、大きくなってますね。で、ヘッドライトはね、塗装仕上げとなっております。で、ボディカラーはもう全体的にこう白ベースね、ソリッドのね、あの白のベースカラーになっておりまして、ルーフのここの部分は成型色ですね。まあ、なかなかあの本当迫力満点の顔つきで、側面見てみると、はい、横ね、全体はこんな感じのデザインね。前方の、ね、側面は特に何もないんですが、後ろ荷台ですね、はい、こちらね、もうおなじみのね、ガズーレーシングのロゴとか文字ですね。で、こうデザインもね、しっかりとこう施されてね、まあ、なかなかかっこいいね、デザインのね、車両になっております。ね、いいですね、いいですね。で、サイドバンパーはシルバーの塗装仕上げで、タイヤはね、片側3輪ですね。デザインはスタンダードタイプのね、シルバーメッキになっております。で、後ろですが、はい、テールね、ここはもうほんとシンプルですね、真っ平です。特に扉とかもないですね、こんな感じのデザインになっております。で、反対側の側面も、はい、こちら側もね、しっかりとね、 GR ガズーレーシングのね、ロゴとかね、まあ、このようにね、プリントで書いてあります。で、こちらの面もサイドバンパーの塗装で、ホイールタイヤはね、3輪仕様です。で、上ですね、はい、上から見てみるとこんな感じ。ここ特にまあ文字とかないですね、もうほんと非常にフラットなね、形になっておりまして、で、そこの部分は、はい、こんな感じになっております。で、こちらね、もうおなじみですが、はい、こちらね、ベースはですね、日野プロフィアナンバー49番の2019年のね、ものとなっております。で、この車両は特にね、サスペンションなどのギミックもないですね。手転がしの目がね、できるような形になってます。はい、ということで今回はですね、まあ、安定の GR ガズーレーシングのね、トランスポーターがね、登場いたしました。 TCA のオリジナルのですね、トヨタガズーレーシングトランスポーター仕様でした。まあ、本当もう安定感のあるね、デザインかっこよかったですね。気になった方はね、ぜひね、こちらもね、探してね、買ってみてください。意外とメルカリとかがね、安かったりもします。はい、ということで、今回はですね、ちょっとね、こう特殊なね、トミカね、2つ見ていきました。イオンの日産ノートのね、フランス警察と、はい、TCA のオリジナルのね、まあ、GR のね、トランスポーター仕様でしたけども、さあ、皆様いかがだったでしょうかね。まあ、どちらも本当あの、なんかもうね、もうバキッととか、もうパキッとしておりましてね、うん、いいデザインのね、車両がね、登場したんじゃないのかなと思いますね。うん、かっこいいですね。どっからどこを見てももうめちゃめちゃね、素晴らしいね、エニューになっておりますんで、まあ、こちらね、あの販売店ね、数ともにあの限りがね、ある車両になってきますんで、まあ、もし気になった方はぜひね、こちらで、ね、お早めにね、手に入れてみてください。まあ、イオンはね、比較的まだあのあると思いますが、 TCL がね、多分結構ね、あのなくなったりするの早いんで、まあ、送料高くてもいいなら、あの Amazon とかでもね、あったりもするんですけども、まあ、気になった方のね、お手元になるべくあのお買い得な値段で届く心からね、願っております。気になった方はね、ぜひお早めにね、探してみてください。まあ、ということで、はい、今回はこの辺りにしてくれたと思います。ももチャンネルのタルジシャ、皆様のね、チャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしますので、よろしくお願いします。あと、ツイッターやインスタ、そして最近でご覧の公式アカウントでね、そちら限定の、ね、動画も発信してるので、ぜひね、お友達登録よろしくお願いします。では今回はね、最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いしましょう。ではラッキー、さよなら、バイバイ、おーごめんよ、バイバイ。